皆様この1週間、いかがだったでしょうか。それぞれにもう お忙しかったのではないかと、思わされています。お家のこと、お仕事、勉強、今お祈りでも申し上げましたけれども、さまざまなことをしているうちに、なんだかんだまた日曜日とですね、あっという間にまたこの場所に戻ってきたような、そんな気がするのはきっと私だけではないと思います。あるいはですね、物理的に走り回ったりですとか、そういった忙しさでないにしても、コロナ禍にあってさまざまな制限、なんかすごくあと、特殊なストレスがある中で私たち生きていますから、もしかしたら、手持ちの時間は増えてるかもしれない、時間はあるけれども、でもその中にどうしても平安が見つけられない、そんな思いでいらっしゃる方もいるかもしれません。時間はある、でも気ぜわしい、心が落ち着かない、そういった忙しさ、お辛い経験通っている方も多いことと思います。今日は説教題を、多忙の虜にならない選択、忙しい忙しいとそれにとらわれて、その忙しさの奴隷になってしまわないというチョイス、自分で選び取る、そういう題にしていただきましたけれども、これは自分自身に対する自戒、自分への注意でもあって、また、なんだかんだ言って私たち地上の生涯、いつになっても忙しいですね。子供は子供で忙しいですし、大人は大人で忙しい、その中でですね、今日のメッセージを語るようにと導かれました。本日の聖書箇所はルカの福音書のマリアとマルタの姉妹の話ですけれども、その前に少しスペシャル礼拝ということもありまして、前置きと言いますか、ちょっとお話をしたいんですけれども、旧約聖書の伝道者の書という箇所を共に開いてみたいと思います。伝道者の書、と言いますけれども、ページですとですね、お読みするのは伝道者の書の2章なんですけれども、旧約聖書の1139ページです。旧約聖書の1139ページ。この伝道者の書、誰が書いたのかということに関しましては、さまざまな説がありまして、伝統的にはダビデ王の息子にあたるソロモンが書いたとされています。マタイの福音書6章で、イエス様ご自身がですね、栄華を極めたソロモンという言い方をしてますけれども、栄華を極めた、また知恵深い王として知られているソロモン王です。一説によるとですね、この晩年に、ソロモン王の晩年に、この栄華を極めたわけですけれども、自分自身の堕落、落ちぶれてしまった自分を改めて、悔い改めながら、この伝道者の書を書いたのではないかという説があったりします。現代的な言い方をするならば、お仕事においても、プライベートの楽しみにおいても、本当に忙しく、活動的に過ごして、どんな労苦も惜しまず、地上にあるありとあらゆる人生経験、本当にいろんな人生経験をですね、得たんだけれども、それでもそんなソロモン王でさえもですね、最後の最後に歩みを振り返るときに、ああこの人生いろんなことやってきた、本当に豊かだったかもしれない、でもやっぱり神様が共にいなかったら人生は虚しい、そういうふうに気づく、なみ言葉であります。現代の日本社会、あるいは海外で見ている方もいらっしゃるかもしれません、私みたいに外国にいる方もいるかもしれませんけれども、私たちはいろいろと一生懸命頑張って、それなりにですね、努力をして、計画を立てて、一つ一つ着実にこう、なんて言うんでしょう、ある意味ではこう階段を上っていって、今私たちが持っている生活を本当に頑張って維持している、そんな状況ではないでしょうか。それが傍から見て大きなものであっても小さなものであっても関係ないと思うんです。
本当に頑張って勝ち取ってきたもの、それをもって歩みを振り返るときに何とも言えない虚無感、虚しさにとらわれてしまうことがある。こう頑張ってきて頑張ってきて今のここまでようやくたどり着いてですね、幸せいっぱいってなるんじゃないかと思うんですけども、でもふと思うときにぽっかり心に穴が開いているような、そんな気がしてしまう。そんなことをですね、まあ、やや赤裸々な調子でですね、書いてある箇所をちょっとお読みいたしますけれども、伝道者の書の2章の1節から11節お読みいたします。私は心の中で言った、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい。しかしこれもまたなんと虚しいことか、笑いか、私は言う、それは狂気だ。快楽か、それが一体何だろう。私は心の中で考えた。私の心は知恵によって導かれているが、体はブドウ酒で元気づけよう。人の子がその命の引かずの間に天の下ですることについて、何が良いかを見るまでは愚かさを身につけていよう。私は自分の事業を拡張し、自分のために邸宅を建て、いくつものブドウ畑を設け、いくつもの庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すためにいくつもの池も作った。私は男女の奴隷を得、家で生まれた奴隷も何人もいた。私は私より前にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊を所有していた。私はまた自分のために銀や金、それに王たちの宝や諸州の宝も集めた。男女の歌い手を得、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。こうして私は偉大なものとなった。私より前にエルサレムにいた誰よりも、しかも私の知恵は私のうちにとどまった。自分の目の欲するものは何も拒まず、心の赴くままにあらゆることを楽しんだ。実に私の心はどんな労苦も楽しんだ。これがあらゆる労苦から受ける私の分であった。しかし私は自分が手掛けたあらゆる事業と、そのために骨折った労苦を振り返った。見よ、すべては虚しく、風を追うようなものだ。日の下には何一つ、益になるものはない。このように、ソロモンは、自分自身の歩みを振り返りながらですね、神なしの人生がどれほど、虚しいものか、そのことをこう強調することによって、逆説的にですね、逆説的に、だから神と歩むことが大事なんだと、そっちにこう、ポイントが、いくわけですけれども、聖書は全体で読むこと、大事であります。読んでいると気がめいりそうになってしまう伝道者の書ですが、手に入れることに必死になって忙しく生きる現代、私たちの魂に訴えかける言葉が多くあるのではないでしょうか。あるいはですね、もしもまだ神様を信じていらっしゃらなくて、あるいはイエス様をご存じなくて、一生懸命に毎日生きていらっしゃって、本当に真面目にいろんなことやってらっしゃったり、一生懸命生きていらっしゃるのに、でもどうしようもない虚しさを、空虚な気持ち、そのようなものをもしも感じていらっしゃるとしたら、ある意味ではそれが人間として正常なこと、健康なことなんだということでもあります。そもそも人はそのように神様によって作られた存在、神様抜きで生きているのに、その虚しさを一切感じなくなってしまったのであれば、むしろそちらの方が本当の危険信号ではないでしょうか。
伝道者の書の、3章11節お開きいただきますと、3章11節、1141ページですが、こんな美しい言葉が散りばめられています。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。特に真ん中のところですね。人の心に永遠を与えられたとあります。あるいは人の心に永遠を思う心を与えたと、そういうふうにも理解できますが、クリスチャンじゃなくても、聖書を読んだことなくてもですね、人の心には生まれた時から永遠ですとか、自分の死ですとか、あるいは永遠に存在する誰か、この世界を作られた誰か、そういった事柄に思いを馳せる、その心が与えられているんです。誰しもが持っているその神様に対するおぼろげなイメージ、そういうイメージを言葉にして具体化したのが聖書です。今日はスペシャル礼拝なので申しますと、ぜひ一生に一度は真剣に聖書と向き合って、聖書が教える神様って一体どんなお方なのか、聖書が教えている救いって何なのか、ぜひ考えてみていただきたいと思うんですね。私たちは本当に忙しいです。でも忙しい中であえて神様を知る時間、神様のことをもっと知りたい、御言葉を聞きたい、そういう時間を作ることを選択してほしいと思います。そして人からの押し売りではなくて、誰々にこう勧められたからとか、あるいはね、わかんないですけど、近所に推しの強いおじちゃんおばちゃんがいて行ってきたんだよとかね、いろんな方もしかしているかもしれません、わかんないですけども、でも人からの押し売りではなくてですね、自分自身の心で魂で受け止めて、しっかり吟味していただきたいと思うんです。全知全能の神様なんですから何でもできるんですけども、でも神様はあえて人に自由意志を与えていらっしゃいます。ですので、自分自身で私たちが神様に対して心を開かない限り、誰も何も強制することはできないんですね。神様が与えてくださっている自由意志を使って、まずは神様を知ってほしい、判断するのはその後からでもいいかなって思ったりします。そして私たちが神様に向けて自分から心を開くときに、自分から一歩神様に近づこうとするときに、神様の方から近づいてきてくださる、その時の神の眼差しというのは、裁きの眼差しではありません。例えるならば、生き別れてしまった息子あるいは娘とようやく再会できた親のような愛の眼差しです。ちょうど昨日の土曜日の総天祈祷会でヤコブの手紙4章8節の御言葉をみんなで味わいましたが、神に近づきなさい、そうすれば神はあなたに近づいてくださいます、この御言葉の通りです。このようなことを思い巡らしながら、本日の聖書箇所に入ってまいりますが、本日の中心聖句を一度、私がお読みいたします。ルカの福音書10章42節とさせていただきましたが、41節からお読みします。41、42をお読みいたします。主は答えられた、マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。ここでですね、一番優先すべきこと、最も必要なことというのは、まさにマリアがそうしたようにイエス様の言葉を聞くこと、
まあ、でもですね、一つ目のポイントに行きますけれども、まあ、神があなたに与える奉仕、働きがあるとさせていただきましたが、まあ、マルタがしたこのおもてなしが無意味だった、そういうことではないんですね。この働き、奉仕、まあ、それがどうでもよくて、ただ御言葉だけって、そういう話ではない。38節お読みしますと、さて一行が進んでいくうちに、イエスはある村に入られた。すると、マルタという女の人がイエスを家に迎え入れたとあります。まあ、マルタという人が家に迎え入れたとありますから、まあ、ここはマルタのお家なんでしょう。また姉妹のマリアもいました。まあ、これ姉妹という日本語ちょっと不自然ですけれども、マリアとマルタ、どちらがお姉さんでどちらが妹かってこと、言語だとはっきりしないので、まあ、姉妹って言い方ですね。またマリア、マルタの姉妹の他に、他の福音書の箇所を見ますと、ラザロという男性も兄弟としていたってことがわかります。この三人兄弟姉妹はですね、イエス様と特に深い交友関係にあったということがあります。まあ、人間的な言い方をするなら、気心が知れた仲だった。で、ここでマルタのお家にやってきたのは、まあ、イエス様一行ってあるんですね。イエス様が一人でとぼとぼ歩いてこられたんじゃなくて、まあ、弟子たちが一緒にいたと思われます。まあ、12人、まあ、イエス様がいて13人でしょうか。もしかしたら他にいたかもしれないですけども、まあね、女性もいたかもしれませんが、まあ、主に男性が、10人以上どっと家に入ってくるわけですから、まあ、結構な大変な状況ですね。またマリアとマルタ、この訪問のこと前もって知っていたのかどうか分かりません。突然なんかトントンってきて、いらっしゃったのか、その辺分からないですけれども、まあ、旅をして歩き疲れたイエス様と弟子たちがやってきた。でもお疲れになったイエス様は、気心の知れたマリアとマルタのところでお休みになることを選ばれたわけです。まあ、ここでのおもてなしの奉仕って本当大事な奉仕ですよね。まあ、みんなが休めるスペースを整えて、まあ、おそらくお食事を用意してたんじゃないかと思われます。まあ、イエス様と弟子たち、まあね、空腹のまま待ちぼうけしていたらお腹空いちゃってですね、イエス様の話どころではきっとなくなってしまうでしょう。またですね、まあ、実際問題としてですね、まあ、教会においてもマルタみたいにこういろいろやってくださる方がいなくなったらですね、まあ、牧師だけでは到底教会は維持できないという現実もあると思いますね。まあ、今日このマリアとマルタの箇所を開いてますけれども、その直前において、良きサマリア人の例えがあるということ、まあ、味わい深いなって思わされます。そこにおいては、まあ、今日は詳しくはその例えは話さないですけれども、まあ、聖書が教える最も大事なことは何かという話し合いがそこでなされていたわけです。まあ、つまり聖書が教える一番大事なこと、それは神様を愛すること、そして隣人、まあ、自分のすぐ近くにいる人ですよね、隣人を自分自身のように愛することですとイエス様がおっしゃられた。クリスチャンになるということは、キリスト教の哲学とか概念、その勉強ももちろんすごく大事なんですけども、でもそういうことを知るということだけだと、それは半分であって、イエス・キリストに従うものになるということ、そのことが本当のクリスチャンのあり方であって、それがつまり神を愛することであり、隣人を自分自身のように愛することである。神を愛し隣人を愛するってことに関しては、誰よりもイエス様が十字架の死、ご自身を捧げられて、まさに十字架の上で死を遂げられて、まあ、3日目に復活されるわけですけれども、イエス様が徹底して示してくださったその愛の道を私たちも歩む、クリスチャンとして歩む、その力を与えてくださる、そのことが、それがクリスチャンになるということであります。
と一つですね、マザー・テレサのこんな祈りがあるんですけれども、有名なのでお聞きになった方もいらっしゃるかと思いますが、主よ私をお使いくださいというお祈りです。主よ私をお使いください。主よ今日一日貧しい人や病んでいる人を助けるために、私の手をお望みでしたら、今日私のこの手をお使いください。主よ、今日一日、友を欲しがる人々を訪れるために、私の足をお望みでしたら、今日私のこの足をお貸しいたします。主よ、今日一日、優しい言葉に飢えている人々と語り合うため、私の声をお望みでしたら、今日私のこの声をお使いください。主よ今日一日、人は人であるという理由だけでどんな人でも愛するために、私の心をお望みでしたら、今日私の心をお貸しいたします。主の愛に生きる生き方、愛を生きるというときに、それはもちろん概念だけじゃなくて具体的な行為を必要とするわけですね。そこには具体的な行動があるし、その行動を向ける対象を誰かに、具体的な誰かに向かってその愛が向けられる。そしてそれはクリスチャンとして、そのイエス様の十字架の愛を味わえば味わうほど、その十字架から力をいただいて、そのことが実現できるようになる。とはいえ、これ並大抵のことではないということ、自分で読みながらですね、思わされるわけですけれども、同時にですね、本当にこれ一人で全部やろうと思ったら潰れてしまうわけですね。同時に神様はこんな御言葉も伝えてくださっています。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を備えていてくださいます。与えられる試練には必ず脱出の道がある。そしてまた、神を愛し、その隣人を愛するということともつながりますけれども、このようなこともイエス様はおっしゃっています。私があなたを愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。クリスチャンはそれぞれの歩みにおける戦いにおいては孤独かもしれません。もちろん家に帰って一人になってとあるわけです。でも、教会というコミュニティの中で生かされているわけですよね。お互いにイエス様の愛によって助けられた、救われたものとしてお互いのことを支え合う、それが教会であってクリスチャンであるということは、その中にこう招かれているということ。一人で戦うだけじゃなく、神様が今のあなたに、あるいは私たちに、それぞれが置かれている家庭だったり職場だったり、さまざまな状況の中で与えていらっしゃる奉仕あるいは働きとは何でしょうか。二つ目に行きますけれども、多忙な私が神になり思い悩んでいる現実というふうに、させていただきました。失礼、させていただきましたけれども、マルタはですね、もちろんこれ一番初めは愛の気持ちなんですよね。大好きなイエス様、そして弟子たちがやってくる、だからぜひ疲れを癒して差し上げよう、おいしいものを用意して楽しくやって、そのためにはお食事も必要だし、飲み物も必要だし、こういろんなものをですね考えて準備し始める。そのうちに忙しくなってしまった。日本語で、日本語になりますけども、漢字で忙しいっていう字を書くときに、金八先生ではありませんけれども立身弁になくなるって書きますよね。
つまり心がなくなる、心が死んだ状態になる、まあ、そういう漢字が使われるということはとても興味深いことだと思います。まあ、忙しくて息をつく間もないような時、まあ暴殺される、忙しくて殺されるという暴殺されるというような、ね、怖い言い方もしたりしますが、まあ、忙しい時、その時私たちの心が死んでしまう危険が常にそこには潜んでいる。この時殺されてしまうこの私たちの人の心っていうのは、先ほど冒頭でもお話しましたけど、永遠を思う心、神様が人間に与えてくださった本来の心、その神様であったり、また愛の神、その愛であったり、そういったものを思う心が殺されてしまう。その時に、まあ、マルタはですね、イエス様に向かって、主よと語りかけて、主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも思いにならないのですか、私の手伝いをするようにおっしゃってくださいって、語りかけるわけです。まあ、ここでですね、まあ、マルタが、まあ、マリアに直接話しかけて、まあ、あなたもちょっとこっち来て手伝いなさいってマリア本人に、語りかけるんじゃなくって、御言葉を語っていらっしゃるイエス様の方に行ってこう語ったというのは面白いことだなと思わされるんですね。まあ、主よってありますけれども、まあ、主、まあ、教会ですと主よ、主の祈りですが、主ってことをよく聞きます。まあ、主よというのは一つの信仰告白ですよね。あなたが、まあ、主、あ、主、主であって私はそれに従うものであるということです。私にとっての主、つまり私はイエス様あなたのものであってあなたに従うものですということが主よって言葉には含まれている。まあ、だけれども、まあ、主よ、私の従うべきお方と言いながらですね、イエス様に向かって実際にマルタがやっていることは、まあ、ちょっと何て言いますかね、この神様あなたも空気を読んでそろそろ話をやめてくれませんかっていうね、神様に対する、ある意味では、まあ、上からの命令になってるわけですね。まあ、この時点で、まあ、忙しさに支配されている時、マルタの中では、まあ、自分の思い、あるいは自分の計画、こうあるべきだ、この時間までにこれとこれを終わらせないとおもてなしができないという、まあ、本来のイエス様に愛を示したいというところから外れて、この自分の計画を実行することで頭がいっぱいになって、その時に主よと言葉では言ってるけれども、実際には自分自身が主、神様になってしまっている。心が忙しくなってあれこれ思ううちに、神様を思う心、隣人に対する愛情ですとか、そういったものは全部吹っ飛んでしまってですね、自分のプラン、マイプランがこのままじゃうまくいかない、そこに終始するようになってしまう。主よ、私が何をしているかご存知ですよね、喋り続けていないで空気を読んで、神様、私のプラン、ね、これじゃ終わんないんです、どうしたらいいんですかっておっしゃる、マルタが言うわけですが、まあ、これは、まあ、もちろんですね、忙しさに支配された自己中心的な人間の言葉でもあるんですけれども、同時に何か不思議と微笑ましい人間臭い、何て言いますか、ものを感じるようにも思わないでしょうか。主よって語りかけてるわけですね。このどこにもやり場のない思いを神様に向けた、マルタじゃなくて神様に向けた、こんなどうしようもない言葉であっても神様に向かって、そこにいらっしゃる主イエスに向かって投げかけるとき、それはお祈りとして神様に届くんです。神に近づきなさい、そうすれば神はあなたに近づいてくださいますという御言葉の通り、主よ、マルタと話してないで
マリアをこっちによこしてくださいよっていう、どうしようもない祈りだったとしてもですね、それに対して、それをイエス様は愛を持って受け止めてくださる。失礼千万とか言って、この怒り出したとか、そういうことはしないわけですね。でその言葉を受けたイエス様はどんな反応だったか言いますと、3つ目に行きますけれども、諭すように、41節にイエス様のお答えありますが、マリアにも手伝うようにおっしゃってくださいよってこうイエス様に対してたしなめるような、マルタに対してイエス様は答えられます。マルタ、マルタ、イエス様はお名前を、名前を呼んでくださるんですね。マルタ、マルタ、優しく諭すようにして名前を呼んでくださる。もしかしたらこの名前を呼ばれた時にマルタはすでにちょっとハッとしたかもしれませんよね。あなたはいろんなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つですよとおっしゃる。それは、マリアが良い方を選んだとある通り、忙しさの中にあっても主が語りかけているときに、主の語りかけに耳を傾けるということ、そのことが大事なんですよとおっしゃる。もうおそらくここでマルタはハッとして、あ、そうだって思ったのではないかと思いますが、もうこれまでマルタのことをずっと見てきたんですけどもね、逆にこの皆さん、マリアってどんな人だったのかなって考えたことありますか？ね、マルタは結構活動的にこうわーって一生懸命いろんなことやってて、どちらかというとなんかマリアはこうおっとりしてて、こうなんか座ってるポケーと座ってるような感じなのかなって思ったりすることもあるかもしれません。まあ、いろんな解釈の仕方あると思うんですけれども、私はですね、なんかこのマリアに強いものを感じるんですね。若干関連した脱線になりますけれども、ちょっと前のドラマで女医さんが出てくるドラマなんですけれども、その女医さんはフリーランスの女医で、私はオペレーションするためだけにここにいるんであって、その他の、雑用ですとか接待ですとか残業とかはいたしませんという、見たことある方いらっしゃるかないたしませんと言うんですよね。でここで、ちょっと思い出すね、その一人静まって、今日出てくるマリアみたいにですね、自分の周りが想像しいですよね。いろんなやるべきこととかお仕事とか家事とかいろんなことでこうわー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 やってて、明らかに空気を読むならば私は立ち上がって一緒に手伝った方がいいって分かってるんだけども、だけどもそこで、いやでもね、私は立ちませんっていたしませんって言ってですね、神様に心を向け続けるって、これ結構な図太さがあると思うんですよね。いい意味でですけどね、堂々と座り込んで、皆さんでしたら神様との時間を、作れますか、ね。マリアただなんかぼーっとしてたというよりはですね、実際にこの御言葉でもマリアは、良い方を選びましたってあるんですよね。ご自身で、マリア自身が、ここに座り続けてイエス様の言葉を聞く。マルタはなんかこっちに睨んで圧力かけてくるけどでも私はイエス様の話を聞くんだって言ってですね、ドーンって居座った。手伝い、今はいたしませんって言ってですね、イエス様の身元にいることを選んだのがマリアだと思うんです。少し想像力を働かせて、もう私たちだったらなんかどんな状況を考えられるかなって思うときに、どうでしょうね。例えば、マリアが自宅にいて、マリアに頼みたいことがあるとしましょうかね。なんかちょっとしたお願いがあって、ちょっとマリアに電話をしてみたと。で電話をしてみたら、ご主人が出た。でそのご主人が、すみません、ちょっとマリアさんにお願いがあるんですけど、出してくれますかって言ったらですね、ご主人は言うんですね。
あ、すいません、ちょっと今マリア祈ってて忙しいんです、祈ってて忙しいからちょっと後で折り返させますか。祈ってるんですか、いやちょっと待ってください、これ急ぐんですけど、いや今祈ってるんでってね。そのご主人も結構信仰あるかなって感じますけど、そうですね、そういう社会の圧力とか予的な圧力に負けないで、まあ、これ何でもかんでもこう抵抗するという意味じゃないですけども、その御言葉を聞く、祈るとき、御言葉を聞くとき、そういうときに、まあ、そこに座り続けること、まあ、忙しいですし、いろんなプレッシャーがある、だけどその中で主イエス様との時間を、まあ、それでも選択すること、それが神様に喜ばれることではないでしょうか。あるいはですね、毎週日曜日、礼拝のために捧げる時間というのがあります。まあ、江南教会では10時半から礼拝が持たれる。今本当にコロナ禍でですね、特別な状況で、それぞれがそれぞれの場所で礼拝をお捧げしますけれども、特に江南教会では、この10時半からの時間をたとえどこにいても、できる限りですね、いろんな状況あるけれども、できる限りこの時間を共に神様に捧げる時間っていうふうに性別して、ちゃんと神様のためにこの時間を取っておいて、それをお捧げするっていうことを、志しています。日曜日お食事をして、お買い物をして、少し仕事を片付けて、なんか夜余った時間、10時半だけどこれからちょっから見るかってねそれはあれですよね、その神様に捧げる礼拝としてはどうなのかなと思わされるわけです。コロナ禍にあって、困難の中にある私たちは本当に、それぞれの礼拝の捧げ方ということにおいても、如実にその神様に対する優先順位といいますか、自分の中でイエス様がどのくらいこう優先順位にいるのかなということが、はっきりと分かる、そういうバロメーターに当たるような経験がよく、与えられるかもしれません。大事なのは主イエス様との時間をそれでも選択すること。マリアはちょっとね、おしとやかな感じの女性だったかもしれません、でも、ただ単に空気が読めないのんびり屋では、ないと思いますね。周囲の声であったり、目線であったり、あるいはサタンのささやき、そういうものがあるときに惑わされないで、妥協せずに、どっしりと構えて、主の御前に居座り続ける、いい意味でこう居続けること、そのことを選んだのが、マリアの姿ではないでしょうか。また私たちもそのようにさせていただけるように、本当にイエス様との時間を選ぶものとしてしていただけますようにと祈り願い、本当に上からの知恵と力を与えてほしいと祈ります。そうしましたら終わりに41節と42節の御言葉を共にお読みして閉じたいと思います。ルカの福音書10章41節42節いきます。ではそれの、主は答えられた、マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。アメン。ではお祈りいたします。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。愛する天の父なる神様、本当に私たちは毎日毎日、本当にこの地上での生活を守っていくためにするべきことがたくさんあり、毎週楽しいこともあり、また辛いことも多くあります。そんな中、神様、
私たちにあなたの歩みを真似て愛の歩みをするようにと招いてくださっていることを感謝いたします。私たちを力づけ、共に歩みながら試練の時にもまた脱出の道、また助けとなるその人たちを備えてくださって導いてくださっています。でも本当に忙しい時、大変な時、周りが見えなくなってしまうのが私たちです。主よと祈りながら自分が神様になって自分のプランを成し遂げたい、そういうことで頭がいっぱいになってしまうときに自分自身が辛い思いをすることとなってしまいます。本当に世の中の価値観、またいろんな誘惑ある中で、主イエス様、あなたのそばにずっといること、簡単なことではありません。でもどうか主上からの力を与えてくださって、それでも忙しくても、でもイエス様との時間を私は選びますと、マリアのように信仰に立つその選択チョイスをできるように、どうか私たちを支えてください。今日はスペシャル礼拝でありますけれども、この救い主のことをもっと知りたいという心をお持ちの方、どうか主よ、あなたがその祈りに応えてくださいますように、主イエス様と共に歩む歩み、クリスチャンとなってももちろん困難病あります。でもそこに主がいてくださるということ、また教会の愛する兄弟姉妹と共にその愛の交わりのうちに互いに支え合いながら歩むことができるということ、大きな励ましであり慰めです。どうか一人でも多くの方がこの温かい教会の輪、また神の家族の一員として加わることができますように切に祈ります。どうか主よ、この新しい週間もお一人一人の上に豊かな祝福と恵みと守りをお与えください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。